こんにちは。今回はこちらクリスマスプレゼントみたいになってますけど、楽天半額スーパーセールだったかな、たくさん買ったので紹介していきます。購入品紹介ですね。では開封していきます。ではまずはなあ、おいしょ、おいしょ。今からこの子たちはトリミングに行ってきます。ボシャボシャです。あ、でもこの子様が可愛いんだけどね。この子様が可愛いけど今からトリミング行くんだよね。いや、やめてってか。これから行くかな。手前から。これはずっと欲しかった。気になってた。はい、こちらですね。排気口カバーのこの薄いやつ、薄いの買いました。今ね、これを使ってるけど、これは、はい、撤去。どうし？これからどこ？これはフィルムですね。ここフィルム。すごい。手書きが入っております。これはね、カバーだね。なんかこの前 iPhone を落としたらカメラにひびが入って、お塩を使って新しいのを送ってもらったんだけど、もうカバーを変えるってなって、こんな感じのやつ。すごい、なんか一瞬サプリメントかと思ったんだけど、あ、ボタン？あ、ボタン付け替えれるんだ。へえ。そういう開けやすいのはすごく嬉しい。あ、水切りマット。これもインスタで見て買いました。毎日食洗機なんだけど、なんかちょこっとしたものとかあると便利だから買いました。あ、はいはい。エクスポンジですね。我が家これ愛用してます。これむっちゃいい。下手んないよね、全然。なんか今使ってるのもどれぐらい使ってんだろう。半年は言い過ぎ。でもね、半年もしかしたら使ってるかもしれない、マジで。ほんとにね、新品のまんま。これむっちゃいい。でもほんとにたまにしか買わないんだけど、今回はちょっと買いました、追加で。舌磨き。いろいろ使ってきたけど、結局これが一番よくって戻ってくる。今ね、梱包変わってんだけど、これすごい安かったところで買った古いタイプの梱包のパッケージか、6本セットです。色は選べないんですけど、全然色はこだわりないので、こんな感じ。はい、これは何でしょう。あ、これもね、気になってた。ちょこっとした時に、なんか包丁出すのもまでもないなみたいな時に使えるらしくて、あ、すごい。はぁ、こんな感じですね。切れ味はどんな感じなんでしょうか。朝ね、毎回ソーセージを切りますから、我が家お弁当で使ってみたいと思います。はい、あ、ありがとう、ありがとう。さあ、これ切ってきます。あ、すごい切りやすい。ちょっと失敗。あ、すごい切りやすいんだけど、すごいね、これはめっちゃ使えるじゃん。包丁より切り味いい気がする。じゃあソーセージも切ってみよう。これがもう使っちゃって、うん、これも1個使うか。あ、すごい切りやすい。何回言うの？帰ってきた。パパ帰ってきたね。パパの下。もうすごい切りやすい。へえ、すごいな。じゃあこれで入れていこう。あとはこれですね。でん、このパンの、これを我が家は生ゴミ捨てるときにこれに入れてます。本当に匂わない。おむつの処理にもいいらしい。全然匂わないって。生ゴミ、おむつ、あと犬のうんちとか入れてますね。これが100枚入りが300あります。
で1年持つかな。そうだよね、365日で、まあ毎日使うわけじゃないから、ね、次はこれ毎回買っている、半額セールの時にこういうなんかいっぱいサンプルをつけてくれてますね。はい、じゃん、今回はこれ鹿とレチノールだったかな、この2点にしました。1+1だよね、韓国っていう1+1。前は1個で1600円だったのよ、半額の時に。でも今は2個で2400いくらだったかな。どっちがお得なんでしょう。あ、こっちの方がお得か。いいよね、1600円だもん、1個でね。なんかなんだかんだいいよね、この薄さといいさ、量といいさ、使いやすいんだよね。これがここから出して、こんな感じになってます。ピンセットがついてて、蓋封がしてあります。これを開けて、あれこうなってんの。はい、でここをプッシュ、こんな感じですね。で、私の場合はいつもこれをそのまま毎回貼り付ける。なんか乾燥しちゃうかなと思ってこうやっていつも使ってます。で、こっちのパターンを私初めて買ったんだけど、へえ、すごい。あ、こっちも一緒な感じだ。なんかたまに違うんだけどね、昔はちょっと違ったんだよ。ここでピンセットがさ、ここについてて、もう一緒だね、完全に。あー、すごい緑だ。え、どっち使おうかな、今日。こっちにしようかな。こっち使ってみよう。あー、すごい、なんか、いい匂いする。で、これで1枚ずつ取って。結構薄いんだよね。よいしょ、これが気に入って。日本のってさ、結構暑いじゃん。だからこのペラペラ具合が、もう見て、この透け具合。なんかこれ貼っても、あれ、フェイスの、フェイス認証、普通に通るもんね。それぐらい薄いです。じゃあこれでやっていきます。すごい匂い。そしたらこちら、あと、これね、全部開いてんだけど、冷凍品なのよ。ちょっと持ってきます。これがね、無塩ホッケで、こっちの箱がそのまんま肉バージョン、これ2つ入っているセットですね。これは静岡の爽やかっていうハンバーグ屋さんの味まんまでございます。これは美味しい。半額セールの時はね、400円引きなんですよ、必ず。これを半額セールの時に必ず買うと思います。そして今回初めて買いました、このムエホッケ。これね、もうね、使ったんだけど、めちゃ入ってるよね。3キロ入ってて半額だったんだけど、これがね、骨が取れてて頭ないじゃん。めっちゃ食べやすいし焼きやすい。これさ、アメリカ産のホッケでベトナムで処理してるんだけど、そんなに油がすごいわけじゃないんだけど、普通なんだけど味。でも骨ないから食べやすいし、なんかパサパサでもないから、なんかちょうどいいって感じ。有塩だとどうなんだろうね、もっと美味しいのかな。ちょっと無塩にしてみたんだけど、今回全然良かった。何枚だろう、2枚使ったんだよね、この前。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、17枚。もう魚に困りません。これはでも買ってよかった。ホッケ好きだし、うち。そしたらこれ最後、これちょうどね、使っちゃったんだけど、はい、こちらです。こちらを買いました。パパがちょうど1泊2日で出張だったんだけど、なんかちょうどいいのないかって見てた時に、なんかキャリーだと大きいじゃん。これで男っていいよね、荷物少なくて。そういうのこれに入ってたんだ。なんかちょっとね、ホームがギュッて
ちょっと圧縮されて入ってますね。なんかね、ポケットがいっぱいあってね、どこに何入れたか分からなくなっちゃうって言ってたけど、ここに鍵がついてます。すごいよね。なんかお財布入ってんだけど、こっちが大きい方が取り捨て持ってったのね。はい、こんな感じで。どっちが重かな、こっちが重かな。ここにビリビリってなって、ここに入るようになってる。やっぱティッシュが入ってる。ここにパソコンかな。すごいふわふわになってます。ここがふわふわ、でここが重でしょ。で、こっちにも、あ、すげえ開くじゃん、むっちゃ開くじゃん、マチついてんじゃん。へえ、知らんかった。に、ここにもなんか入れる。まあ、彼はここにパソコン入れてた気がする。なんかめんどくさいっつ、あのジャリジャリっていうのが。で、ここにもポケットがあって、ですね、ここは。外ポケット、なんか微妙なんだけど、チャックがこうなってて、膠着が出てきましたね。ここに止まって、外にもありますね。こっちもこんな微妙なかけ方、あ、すごい細かいポッケが、おけんとか入れる。ここにちょっと大きめのポッケがあって、すごい。で、一番外にもあると。ここにもいっぱいあって、すごいね、いっぱいあるね。で、こっちは後ろもありますね、一個。あ、ここね、見て、紐がある。リュックになるんだって。ついてるから、このなんていうの、ソケット違うな、わかんない、もうわかんない。ここにパチってやればリュックになる。あ、すごいね、こっちが上で、すごい。で、ここにも持ち手があるんだ。すごいね、知らなかった。なんでさ、こっちにも持ち手があるでしょ。で、肩にかけれるでしょ。でさ、旦那が買ったかってね、多分海外にも行くんですよ、出張に。で、今度ね、行く用事があって、海外ここキャリーにつけれるようになって、なさせるように。だからもうね、素晴らしい。素晴らしいね、素晴らしいのかったね。ポッケが多いけどね、何入れたか確かに分かんなくなっちゃうけど、完璧ですね。あ、なんかね、下にもなんかあるんだけど、すごい、街だ。どっちが広くなる。こっちか。あ、なんじゃ、ここ街だ、街が出てきたけど、どっちが広くなるの。空間ができただけじゃなくて、街だね。街ができたことによって、どっちが広くなる。他もいっぱい入れれるのかな。そのすげえ一周。今すごいねっていう感じです。購入品は以上です。なんか映えない格好ですが、参考になれば嬉しいです。じゃあ、さよなら、またね。